ユナズユナは、江戸時代初期の都市において、銭湯で赤すりや紙すきのサービスを提供した女性である。中世には、有馬温泉など、温泉宿において見られ、次第に都市に移入された。当初は、赤すりや紙すきのサービスだけだったが、次第に飲食や音楽に加え売春をするようになったため、江戸幕府はしばしば禁止令を発令し、江戸では、 明暦三年以降、吉原遊郭のみに限定された。禁止後は、三助と呼ばれる男性が、赤すりや紙すきのサービスを行うようになり、現代に至る。赤かき女、風呂屋社などの別称で幕府の禁止令を逃れようとした、歴史があった。公職一大男の、煩悩の赤かき、兵庫風呂屋社のことには、赤かき、女の図がある。 三人の赤かきを女が三人の男性客の背を、それぞれ洗っている。公職君も多いにも似た図がある。筆拍子には遠方の頃、大阪の市中に赤すり女のありたる風呂屋十四軒とある。慶長頃は各地に風呂屋が現れ、同時に多くの女を抱え、客の赤をかき、髪を洗いなどもし、入浴の後、茶や湯を勧め、浮世語りに戯れた。 江戸に、湯女風呂が増えてからは、朝から風呂を焚いて入浴させたが、夜は七つで、銭湯は終わりにし、風呂の上がり場に当てた格子の間を庭かごしらえの座敷にし、金屏風などを立て回し、昼客の背を流した湯ナは美服に着替え、化粧し、ここで、シャミなどを弾き、小唄などを歌った。ユナは師匠でありながら、吉原と同じく堂々と店を張って営業し、完成の頃は、 元吉原と相対する勢力となった。その中で美しいユナを抱え、勢力があったのは丹前風呂のユナで、そのあまりののさばりように、慶安四年に幕府によってユナは制限され、後に禁止された。寛永20年の色ロ,ロンの中の一節に、江戸時代寛永中盛んなりしとある、風呂や女は、お風呂を召しませ、お背中流しませうなどと言い。 かゆいところに手が届くサービスが喜ばれ、流行し、模倣され、江戸をはじめとし諸国で、ユナが流行した。ユナは制限されたので、江戸では別に、風呂屋女という名称を立て、表向きは職分を分け、ユナと同じく売春した。寛永6年に女歌舞伎が風紀を乱すとして禁止されると、風呂屋女と称して、風呂屋が美女を置いて、接客を始め、 彼女らが女歌舞伎役者に代わる師匠として人気を集めた。人気のあまり、吉原の交渉が風呂屋に出稼ぎに出ることもあり、京安元年に風呂屋禁止令が出たが、効果がなく、同4年には風呂看板の売買を禁止、風呂屋女は1件につき3人までとする制限を出すなど規制したが一向に効果がないため、明暦3年に幕府によって200件以上あった。 江戸町内の風呂屋がぶち壊された。江戸では、元禄16年の地震大火の後、風呂屋の営業内容が一変し、公けには純粋な戦闘が行われたが、上方ではなおも風呂女の売春が続いた。東京でも、明治12の13年頃まで、風呂屋の2階に2から3人の女を置き、売春が行われていた。伊原西覚の、公職一代女巻後に、人よ、 銀六門目にて、呼ぶことり、是殿状ななり。おぼつかなくて尋ねけるに、風呂屋者を去るというなるべし。暮れ方より人に呼ばれけるとあり、江戸では汗を流すというのに対し、髪型では赤をかくという意味で、風呂屋者を去ると称した。映画話には、当時の風呂屋者について、大臣に誘われ、姉が、工事の泉風呂に、入り合いの頃より来て、 吹かれてさっと上がり場に座して、同じ心の友遊び、皆で、なんぼが、ものぞ、ありたけだせと、丸あんどんたばこぼんがしぼんをだんだんに、また気が変わりで、面白し、かかりしものの後には、疑音調、等のうちみな前世のこととなれり、江戸も風呂や茶屋じゃやのものより、三茶始まりて、今の昼三十二階に上がれば、これなりとある。原独以後、 髪型で流行した名残としては、天保以後まで大阪島の内の昇家などが風呂と称したことで知られる。新獣天王島の主人公、小春も島の内の風呂屋女の出身である。ありがとうございます。